消えないから。よっしゃ。はい、着きますね。おお。はい、ありがとうございます。あのフラッシュライトはどうですか？買ったことある人います？あるよ。ああね、ただ昔なんだよね。かなり古い時、昔使ったから今と性能多分かなり違うと思うんだけど、当時ね、当時の話で言うと よく壊れた。昔ね、もう 10年近く、10年も経ってないから、あんまり評価良くなかったけど、今はいいかもしれないです。あれ1万ルーメンとか出るよね、こんなちっちゃいんで。そんなですか？そうなただね、飛ばない機械だね。ああ、そう、形状から見て飛ばねえなって気がする。2本持ってたけど、2本とも結構すぐ壊れた。昔のはね。俺ね、長さんのハル君になんかね、ライトあげた気がするんだよ、ちっちゃい子。あったね、なんかね、あげた気がするんだよ。あったっすね。多分それが、あ、そうなんだ。あれ多分壊れたじゃん、ね、何個か買ってて、うん、俺は2本壊して、ダメだこれっつって、だけど子供だったらいいかなぐらいな感じで、そこまで強くないから、うん、あげた。今はいいかもしれないね。ライト類って、こいつは壊れねえなっていうブランドよりも、うん、壊れるやつの方が多く感じないですか？まあ、壊れますよね。壊れるね、うん、壊れる。まあなんやかんや、そうっすね、なんやかんや、うん、うちのやつもね、最初の頃作ったやつで壊れちゃうなってね、やっちまったやつになったからね、すんごい良かったんですよ。他の部分全部最高に良かったんだけど、一箇所だけね、それ壊れるね、うちで出したのが、前壊れるのがあって、あーこれダメだっつってね、テストした時大丈夫だったんだ、大丈夫だった、大丈夫だったんだけど、その耐久テストみたいでガンガン投げたりしなかったんだよね、うん、大丈夫でしょって思ったら、ね、そう、当時しなかったんですよね、うん、その販売するやつに限ってやらなかったら、そういうことが起きたから、もうそれ以降は絶対やろうって言って、うちでは耐久テスト必ずやるようにしてるんですけど、一回やっちまったことがあったんですよね。フォルムもそうだし、もともとのものは本当にいいんだけど、一箇所だけ、そうですね、うん、色も良かったし、うん、すごいじゃん。おお新しい新しい